おぼろが言ったか。最後まで私にかなうことはなかったな。所詮男の忌み地族など、ひとたび暴走すればこちら側に戻ってこれぬのだ。それにしてもよく平然とした顔で綾と一緒にいられるのね、咲ちゃん。お前のせいで。まんまと騙されたお前は愚かだな。黙れ。あの時の私はどうしようもなく弱かった。お前のザレ言を信じてしまうほどに。お前は絶対に、お前は絶対にぶっ殺す。私は生きなければならない。お前たちの心臓をも取り込んで。母さんと父さんの仇、お前をぶった切る。なぜ私を殺そうとする。母は死に、娘の自分たちも殺そうとした愚かな父の敵討ちか。実に愚かだな。愚か、確かにそうかもしれない。でも私は父は愚かだと思わない。心の底から愛した人のために命を燃やし戦い続けた父を私は誇りに思ってる。そんなくだらない干渉のため自分の人生を戦いの渦中に投じるというのか。たとえ忌み地の運命が狂わされても、大切な人のために、刃を持たぬ人のために、私たちは戦う。死ね、死ね。母さん、他の弓地族の心臓を取り入れて強くなったって。死ね。こんなものなら所詮借り物の力じゃ私たちに叶わないってことね。おのれ、娘が。私はまだ死ぬわけにはいかぬのだ。がっかり。ねえ、こんな茶番にいつまで付き合うつもり？私ね、組織のクソどもをぶち殺して、ぶち殺して、気づいたら皆殺しにしてきちゃった。
私はオリジンになれたのよ。これでやっとたった一人になれたのに。でもなんだろう、やっぱり何かが足りないの。あんたみたいに、いや、あんたになりたいのに。私はあや、あんたになりたいんだよ。あんたも秘密に狂わされた一人だったんだね、レイ。あんたの悲しみ、私が受け止める。力が溢れてくる。すごい、すごいよ。やっぱり秘密って最高。私は今でもあんたのことが大嫌いだよ。そんなこと知ってる。私もあんたのこと大嫌いだよ。過ごしていて不思議だったんだ。だってアヤ、私がどういうものが好きなのか、どういうものが嫌いなのか、私のことを知ろうとしてくれてたんだね。そんなことは今さら気づいたよ。やっぱつえはかっこいいよ。あんたになりたかったよ。レイ、あんたは
いつまでも二人で仲良くね。お母さん、お父さん、見守っててね。さあ、行こっか、サキ。うん。私の名前はアヤ。父さんの刀を受け継ぐ者。私の名前はサキ。お母さんの技を受け継ぐ者。ただ戦うだけだった人生は今では大きく変わった。刃を持たない人のために忌み道の力を使うこと。それにサキが私の戦う理由。私にはとても大切なお姉ちゃんがいる。誰よりも私のことを信じてくれる人。そんな大切な人をこれ以上失いたくない。父さん、お母さん、これからも私たちは戦い続ける。